サッカーファンの皆さん、こんばんは。本日は日本対ガーナ、スタッド・ド・フランスよりお届けしてまいります。さあ、選手入場です。日本国国歌お聴きいただきます。から見てまいりましょう。ゴールキーパー西川、今野、栗原、内田、長友、長谷部、遠藤、本田、そして前線に滝谷、香川、前田という布陣です。勝者はどちらなのか。さあ、間もなくキックオフの時を迎えようとしています。日本のキックオフでスタート。日本対ガーナ、エキシビションマッチをお届けしてまいります。さあ、七海さん、本日の試合どの選手が一番気になりますか。エッシンですよね、はい、彼のディフェンス力というのは全てにおいてクオリティが非常に高いです。うん、そしてミドルシュート、ロングシュートも非常に威力のあるものを持ってますからね。北澤さんはいかがですか。栗原雄三ですね、はい、日本屈指のストッパーですよね、ええ、打点の高いヘディングは攻守両面において大きな武器ですよね。そうですね。それからフィジカルの強さや1対1の守備テクニックも秀でているので、はい、そう簡単には突破できないですよね。ああ、なるほど。さあ、この能力をどう試合に生かしてくるのか楽しみです。滝谷、よく取りましたね。内田、滝谷、通るのか。このパス繋がりません。カウンターですよ。さあ、誰に出すのか。2人で奪いに行きました。内田へ、滝谷、長谷部、長友へ、前田。キープ力ありますね。二人がかりで奪いました。あ、よく戻ってきましたね。この攻防、ここで奪われます。前半8分です。エッシャン、止めますか。どうだ、シュート、日本決められてしまった。先制、ディフェンダーの間を抜けてボールはゴールへ。狙っていたんでしょうかね、うん、際どいコースでしたけどもね、しっかり打ち込んだいいシュートでしたね、はい、ああいったところを打ち抜ける正確さっていうのは大きな武器ですよね。さあ、ガーナ早速得点につなげてきました。この時間帯でゲームが動いたということは、こうお互いがね、大量得点、この取り合いというゲーム展開が予想されますよね。楽しみですね。そうですね。長谷部、さあ、ふわっとしたボール、ここからどう組み立てるのか。遠藤、遠藤へ、長谷部、
内田へ、つなぐことができませんでした。前線へのボール、ボールを奪います。さあどこへ出すのか、滝谷へ。しっかり寄せてますよね。さあボールが抜ける、面白い、打てそうだ、シュート、あー決められてしまった。これで差は2ゴールになりました。ここでフリーで打たせてはいけません。ボールをもらうまでの駆け引きが非常にうまかったと思いますね。今日2点目のゴールです。さあガーナ着実に得点を重ねていきます。2対0、1点と2点の違いは大きいですよね。ここから非常にリラックスして試合ができると思いますよ、はい、そうですね。遠藤から長谷部、大きく縦へのボール奪われます。ここはディフェンスです。栗原、内田、素早いアプローチです。さらに前に行きたい、サイドへ、ムンタリ、これはいいボールが上がると面白いですね。これはコーナーキックです。コーナーキックどうだ、パンチング、拾いたい、ボールいいですよ、奪われます。抜けるか、これをインターセプト、先ほどゴールを決めている。寄せが早いでしょ、3人来てますからね。チャンスでしたが取られてしまいました。田川奪います、ロングボールで裏へ狙ってきた、サイドフリーですよ、チャンスですね。これは奪われました。遠藤へ、どう展開していくのでしょうか。遠藤へ、前線へ出す、抜け出しました、いい、2点差を追う苦しい状況。ムンタリ、非常にプレス早いですね。スペース出ましたね。ボールはクリア、本当に中盤の攻防っていうのは激しいですね。お互い自由な時間とスペースを与えてないですからね。奪われ方をね気をつけなければ相手にカウンターを食らいますからね。長友、スローイン、やはり非常に守備は固いですね。エッシャン、日本2点のビハインド、まずは1点返したいところでしょう。よく取りましたね。さあボール落ち着かない、長友インターセプトします。素早くボールにアプローチ、
ヘンド。さあ前田へ、いいパス出ましたね。さあ抜け出した。中盤はスペースを与えないっていう意図が見えますね。ボールアプローチに気持ちが入ってますからね。秋谷、さあフラットしたボール、おーっとつながりませんね。ボールを奪います。長谷部、あーよく戻ってきましたね。中央です。いけるか。遠藤のディフェンス、これはスローインとなります。内田へ、非常にプレス早いですね。内田、バデュー、ボール入りましたよ。シュート、あっと試合が決まってしまうんでしょうか。これで3点差です。打つなら、いや入るならここというギリギリのところを決めてきます。カットトリック、絶好調ですよね。さあガーナ3対0と差を広げています。前半36分です。栗原、内田へ、ここもしっかりディフェンスしました。香川、ロングボールで裏へ狙ってきた。どんなボールを選択するのか。上げる、これは流れてしまう。遠藤へ、チェックを受ける。やはり守備の意識が高いですね。ここから組み立てていきます。いい展開ですね。いいところ、これは取られます。もうそろそろ40分が過ぎようとしている前半。長友からのパスは通りませんでした。ちょっとね、中途半端なパスでしたよね。シュート、あーっとまだある、アジートボール、来たな。あー日本決められた。ガーナさらにさらに点差を離していきます。弾いたボールきっちりと押し込みました。狙ってたんじゃないでしょうかね。キーパーがファンブルする可能性も予測して詰めていったんでしょうね。さあガーナ、ゲームの主導権を完全に手中に収めています。チャンス作りたいですね。このボールは日本、栗原、前空いてる選手いますね。ここも固い守りでボールを奪います。本の素晴らしいディフェンス。さあ左へ預けてワンツー抜け出すか。ここはクリアします。オフサイドですね。
バデュー縦にボールをつないでいきます。どのような攻めを見せるのでしょうか。どう攻撃を組み立てていくのか。あ、面白い。オープンなゾーンだ。孤立した感じですね。さあ旗は上がらない。なんかいますよ。ボールを上げる。ディフェンスいいですね。前が来ましたね。ここで取られました。ここで前半が終了しました。圧倒して前半を終えます。日本前半をうまく乗り切れなかったように見えましたが、どう思われますか。ディフェンスの面で少し不安要素の残る前半となりましたね、うん、寄せを早くしながらボールを持っていない相手選手の動きにもしっかりと注意を払っていくことですよね。なるほど。決定的なゴールが生まれるのか。ではこの後の試合をお楽しみください。ガーナのキックオフでスタート。これは通りません。どういった攻めを見せるのか。長谷部内田へ、中央も来てますよ。長いボール浮かしてきた。このボールはクリアです。前につないでいきます。ここから組み立てていきます。この辺のプレッシャー早いですよね。いやー、キープ力ありますね。バデュー、さあパースを受けて、かなりプレッシャーかけてますね。これを奪います。ムンタリ、さあどこに出してくる。いいパスですね。ホンダ、ボールが当たる。非常に集中していると思いますね。ムンタリ、前を向けるか。長いボール浮かしてきた。このパス抜けてきます。スローインです。ヘッシェン、大きく縦に入れます。つながりません。もうチャンスですね。シュート、残ってる。まだクリアします。これは奪われます。さあ本田へ、さあふわっとしたボール、前田が持っている。さあどこに入れてくるのでしょうか。ちょっと合いませんでしたね。さあどう攻めるか。さあ切り込んでいきます。これはクリアします。ボールを奪います。エンド、うわ、こぼれた。おー、詰めている。いやー、コントロールはね、もったいなかったですね。シュートを打ち上げてしまいました。まあ、居場所だったりとかね、ポジショニングだったり、いいことによってこういったルーズボールも拾えるポジションが取れてましたね。なるほど。前田、抜けるか。しっかり寄せてますよね。長谷部から本田、いやー、これ止めてきますか。ボールを触りましたが、ヒヤッとしたシーンです。まあ、最悪の手段打ってたってところですよね。さあどんな攻めが見られるのでしょうか。ディフェンダー集中力いいですね。いやー、ギリギリだ。
少し抑えが足りなかったでしょうか。これは枠を超えます。こういった取り戻すためにね、ただゴールに攻めるだけではなくて、その攻め方みたいのがね、あれアイデアとしては必要ですよね、うん、なるほど。ムンタレに渡る。さあ誰に出すのか。奪われます。内田へ。長谷部。なんかアクション欲しいですね。エッシャン。さらに前に行きたい。ムンタリ。長谷部。長友へ。縦にボールを送ります。ファールを取られます。これは誰にも届かない。一気に縦に送ります。さあ中央、ムンタリ。カットされました。遠藤。非常にプレス早いですね。さあこの攻防、バディュ。エッシャン。ここからどう組み立てるのか。ファールでしょうか。内田。長谷部。前田。栗原。どういった攻めを見せるのか。細かいミス、これがねペースをねまた変えられてしまうんですよね。こっからラインの裏ですね。シュート。あっと、ガーナ全く手を緩めません。スルーパスからのゴールが生まれました。いやラインギリギリでしたね。そうですね、出し手と受け手の一つ、積極的に仕掛ける姿勢がこのゴールを生み出しましたよね、うん、そうですね。さあガーナ、圧倒的な強さを見せています。痺れますよね。カップがかかっているわけじゃないんですけど、はい、うん、もう勝ちにこだわる選手の姿勢というものが非常に美しいですよね。そうですね。硬いディフェンス。前を向けるか。さあカウンタースピードを上げたいところ。面白い。遠藤が読んでいる。さあ前線へ。前田からのスルーパスをカットしました。こう少しパスが中途半端になってしまいましたね。追いかける今野。長谷部。今野。栗原。さあどう攻めるか。硬いディフェンス。ファールに遭います。主審が選手に駆け寄る。イエローカードです。今日初めてのイエローカードです。
ここはカットされる。さあどこへ出すのか。ここはディフェンスです。カウンターを仕掛けていきます。遠藤がインターセプト。ここは素早くマーク。ディフェンス集中してますよね。しっかりリードを守りながらの試合を進めてますよね。本田へ、さあ左サイドへ、絶好の位置です。あ、チャンスですね。ボールをコントロール、まだありますよ。こぼれたところを押し込む。いや、ここもこのシュートは打ち上げてしまいました。最後のシュートのところがなかなか入らないですね。一旦キーパーに戻します。すぐにチェック、フリーにはさせません。バデュー、浮き球で裏を狙う。あ、出てましたね。ボールを取ります。今狙いましたね。さあボールは、さあどう攻めるか。滝谷に渡る、ヘディング。もう時間もなくなってきてますから、前へ前へと人数かけてますよね。いいですね。なんか揃ってますね。ここで奪われました。奪われましたよ。さあどこへ出すのか。早いですねプレスが。浮き球つながるか。エッシェン呼んでいる。奪います。ここでのパスは危ない。長友、もう一度中央、今野、ちょっと慎重かなって気がしますけどね。栗原、味方上がってきてますね。さあ誰に出すのか。ラインの裏ですね。シュート、いやー、素晴らしい。スルーパスからのゴールでした。ラインギリギリだったでしょうか。これは際どかったですね。出し手と受け手のイメージが共有できてますよね。一矢報います。親善試合とはいえ当然勝つつもりで臨んでいると思いますけども、まあ、新しい戦術を試したり、うん、若い選手を使ったり、はい、実践でいろいろ試せる貴重な試合だと思いますね。そうですね。チャンスじゃないですかこれ。ムンタリ、ふわっとしたパスがつながるでしょうか。遠藤が読んでいる。さあ前線へ、奪われる。さらに前に行きたい。内田へ、清武、前田、いいパス出ましたね。シュート、
や期待したいですよね、石の一発。クリア。長友へ縦にボールをつないでいきます。インターセプト、今野、今野、長谷部、内田へ一気に縦へのボール、大迫、チャンスを演出できるか、なんとかピンチを免れます。長友へ、受けます。どうだ、よくカバーしましたよ、チャンスですね。ここで奪われます。おー、いい形ですね。ボールがつながる、上がってくる、1対1だ、ゴールに向かっていく。タイミング取れません。西川はいい判断でしたよね、思い切って前に出ましたよね。笛です。5対1、日本敗れました。実力の違いを見せつけられました。さあ七海さん、試合を振り返って一言お願いします。日本としては自分たちのサッカーができませんでしたよね。ただ大事なのはなぜそうなったのかということですよね。そこをしっかり考えないとチームも成長していきませんからね。そうですね、ありがとうございます。さあ放送時間もなくなってまいりました。この試合は七海浩さん、北澤剛さんとともにお送りいたしました。七海さん、北澤さん、今日はありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。日本が厳しい試合となってしまいました。